まさか2ヶ月以上放置するとは思わなかった。本当に申し訳ないと思っている。というわけで後編を始めさせていただきます。前編を見てない人は概要欄のリンクからどうぞ。前回は G36 の通常スキン、メンタルアップグレードスキン、彼女のキャラクターを見てきたわけだが、今回はゲーム内最多を誇る、追加スキンを紹介、解説していくぜ。その数なんと6種類、なんかこの前増えたし、まずはこちらの、ちびっこメイド。名前の通り、ちっちゃいメイドさんになっている、ロリッコにジョブチェンジしたことで、見た目が大きく変わっているのは当たり前だが、セリフの内容も一部変更されている。そのセリフはまさに頑張るちびっこメイド、一人前のメイドを目指す可愛い女の子がそこにはいる。また身長が足りてないのか、台所に手が届かなかったり、銃の大きさと対比され危機感を募らせていたりする。もうその時点で可愛い、可愛すぎる、そのまま持って帰りたい、そういう衝動に駆られてしまう。また声色もかなり違う。同じ声優さんがやっているとは思えないほどの変化だ。それにより変わりないボイスも新鮮に聞こえること間違いなし。このスキンだけで2つのキャラクターを楽しめる。デザインはワンピース型のかなりアレンジの効いたメイド服になっている。しかし、通常スキンのデザインを踏襲している部分が随所に見て取れる。髪についたリボンは赤黒黄色のドイツカラー。これは通常スキンのブリム部分と同じだと思うぜ。エプロンドレスの紐部分もしっかり36の衣装が入っている。他にも真っ赤な胸元のリボンやヒラヒラが多い制服など、元の衣装と同じような部分がある。しかし異なる部分も存在する。その最たるものが丸メガネとパッチリお目目だろう。前回の動画で彼女は実ハメが悪いという話をさせていただいたが、このスキンではメガネをかけ、パッチリお目目になっている。いつもはかなり険しい目元をしているが、このスキンでは柔らかい印象を受ける。そのせいもあってかスカートのラインは曲線から波線に変化し、ブーツもトーシューズと短いソックスになっている。外見はかなり細く、少しでも力を入れてしまったら折れてしまいそうなほど。しかしそのか弱さに不釣り合いなほど大きいその銃とのギャップが素晴らしい。SD モーションでひっくり返りそうになりながら撃ってるのもすごくいい。重傷絵では泣きそうになりながらペタンと女の子座りしている。はいもう可愛い。涙は女の武器という言葉があるが、幼女の涙はまさにライフルレベル。たとえどんな堅物でも、慌てふためく未来が容易に想像できる。この重傷絵では非語欲が擬人化したような、非語欲の塊のようなそんな印象を受ける。こんなの放っておけないし、泣き止むまでずっとよしよししてあげたいし、ぎゅっと抱きしめてあげたい気持ちになる。ああもう可愛い、可愛すぎる、これに尽きる。終わり、閉廷。続いてこちらの、純白の矢車菊。私が一番好きなスキンだ。もうこの時点で尊さがオーバーフローしている。はい好き。顔は透き通った目と柔らかな目元、柔らかい微笑み、少し染まった方、全体的に柔らかな表情が良き。普段の少し怖い印象とは全く違う。髪をほどきふわっと風になびく金の髪は黄金の風のよう。絶対にいい匂いがするぞ。露出した首周り、肩周りはため息が出るほど美しい。少しだけ見える胸の谷間は、控えめながらも目線を釘付けにしてしまう。腰周りの毛皮は、このスキンの実装が春先だったこともあり、露出した腕を気遣った創造主の心遣いと言われている。綺麗なおみ足はスカートの間からちらりと覗き、左足にはキラリと光るアンクレット。ポーズは上半身をやや前傾にしており、ここからいろんな妄想が膨らんでくる。やばい。着用しているウェディングドレスはオフショルダー型をベースに、着物のように重なり合ったスカートを腰で絞り、ふわりと舞っている。しかしそもそも花嫁衣装は女性の人生最高の一丁らの一つ。このような考察は無粋だろう。当然、それを身にまとった女性が魅力的でないわけがない。彼女とて例外ではない。またこのスキンの名前にもある矢車菊。これはドイツの国歌であり、彼女がドイツ娘であることをここでもさりげなく表現しているのではないだろうか。見た目は可憐だが、意外と丈夫で釜の刃を痛めるほど強い。彼女のしっかりとした性格と合っているのではないか。原種の矢車菊は青紫色で、最高級のサファイア色味をコーンフラワーブルーと引き合いに出されるほど美しい。それもあってかところどころに入った青色はそれに起因するのではないか。花言葉は、繊細、優美、優雅、信頼、などがある。まさに彼女にぴったりと言えるのではないだろうか。ちなみに矢車菊には多量のアントシアニンが含まれており、目にとてもいいらしい。これによって彼女の遠視が緩和される。のかもしれない。重傷絵では背中を向けた彼女がまた違った印象を与えてくれる。少し儚げにも感じる表情は私たちをどぎまぎさせてくれるし、しかめっ面の彼女とは一線を画す魅力の一つだ。それでいて肩甲骨周りは人間の機能美に近しい魅力を感じる。それでいて美しい背中はある種の魅力を秘めており、ついつい注視してしまう。すらりと伸びるおみ足は今更語るべくもないが、このスキンでは足がとてもいい。まず普通に生活してたら見ることは決してない足裏。少し擦れたように赤くなっているところがある。またかかと部分は靴ずれを起こしたようになっていることから、あまり履き慣れないシューズだったことが伺い知れる。このスキン一つとっても、彼女のキャラクターを伺い知れる。極めて情報量の多いスキンであると言えるのかもしれない。続いてこちらの、バーテンダー。いわゆる男装衣装だ。メイドから執事へとジョブチェンジしており、その姿はかっこいい。この一言に尽きる、
まとめられた長い髪、片眼鏡、真っ黒な演技服、そして銃。これはどう見てもイケメンですね。まるで漫画の執事キャラをそのまま絵にしたようなデザイン。これは女子も思わずキュンキュンだな。そしてやっぱり顔がいい。イケメン度は全キャラ屈指と言えるだろう。そして凛々しい立ち姿もイケメン。もうどこをどう切ってもイケメンという対女子兵器。真っ黒の執事服には赤い蝶ネクタイや胸元の青いバラなどが差し色になっている。非常に映えるな。個人的に一番理想的な執事キャラとなっている。性格とか含めて最高です。好き。重傷絵でもそのかっこよさは健在。しかもまたかっこよくなっちゃって。破れた服、きっと見据える眼光、吹き飛んだ片眼鏡、ね。もうバトル漫画のワンシーン、もう全方位かっこいいのオーラが尋常じゃない。何このイケメン完璧すぎか。これ以上にかっこいいキャラはそうそう出てくることはない。そう思わせてくれる、まさにかっこいいの体現。それがあの美少女だったですから信じられません。G36 はトップクラスの美少女であると同時に最高クラスのイケメンでもあったのです。天は二物を与えずとは言うが、美少女とイケメンの二物を与えるのはやりすぎではないだろうか。さてここまで長ったらしく紹介してきたわけだが、この動画は後編になると言ったな。あれは嘘だ。ホモは嘘つき。発揮しわかんだね。さすがに6種類もあるとさらに細分化が必要になる。なので次回、残りの3種類について話していくぜ。それでは今回はここまで。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。